はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は、ちょっと心理学の話とは、まあなんか若干言いにくいんですけど、まあ心理学の話ですね。やっていきましょう。忙しいアピールしてくるやつの正体って一体何っていうことなんですよね。まあ忙しい忙しいって言う、まあその心とは、みたいな感じなんで、心理学っちゃ心理学か。はい。まあ仕事ができないことの言い訳で、まあよく言ってくるとは思うんですけど、まあ結論言うとそんな感じなんですよね。まあよく忙しいことをアピールして、まあできる人を自慢をしている人がいますよね。皆さんの周りにもそんな人いませんか？うん。で、ところで、まあ、実際こんな人っていうのを周りはどう見ているかなんですよね。ちょっと意地悪な研究っていうのを見てみましょうということです。ね。実験の最初スタートとしては、参加者に SNS の投稿を見てもらいます。はい。で、一つ目は、仕事の書き込みが多い投稿者ですね。あ、今日も休日出勤だわとか、残業何時間だわみたいなね。で、それから二つ目は休暇を楽しむ、今日はどこどこに旅行に行ってますとか、今から飲み会ですみたいな、そんな書き込みを多いしている投稿者ですね。の二つのパターンを見てもらいました。で、参加者にこの人たちを、まあ、率直にどう思ったってことを聞いてみると、実はですね、なんと仕事の投稿が多い人たちに対して、この人は偉い人だっていう印象をですね、持つ傾向が高かったそうなんですよね。でもところが本当は、この人たち、ただ単に仕事ができないくせに、なんか長時間仕事をしている、アピールしているだけなんですよっていうことを研究者が伝えたとしても、いや、偉い人ですねっていう考え方、印象は変わらなかったっていうことなんですね。なので、ここから言える結論としては、まあ、投稿している人が、ね、仕事に関してできるかどうかっていう優秀か否かっていうことに関わらず、忙しくて遊ぶ暇もない人ほど地位が高くて偉い人だって思う傾向が高かったっていうことなんですね。え、ちゅうことは、もしもですよ、めちゃくちゃ優秀な人が限られた時間の中でサクッと仕事を終わらせて、余った時間で休暇を楽しんでいたとしても、偉い人とかすごい人とは思われないってことなんですよね。特に日本なんかはこの傾向強いんちゃうかなって思います。僕のですね、知っている人なんかでも沖縄に住んでまして、で、もう、いつ仕事してるんだろうくらいですね、毎日こう楽しく過ごしている方もいらっしゃるんで、ところがそういう人たちを、まあ、大体多くの人が見ると、いや、この人はただ単に遊んでるだけの人だなと、過ごしたなっていう印象にはならないということなんですよね。で、なんで忙しいアピールがそもそも起こるのっていう、まあ、現象の原因っていうのを探っていくと、まあ、現代社会が裕福になったからなんですね。で、贅沢品をアピールしたとしても、もうその贅沢品自体を大体の人が持ってるっていうのがもう実情なんですよ。例えばヴィトンとか、まあ、グッチのカバンや財布っていうのはもう持ってる人って5万と溢れてるんですよね。まあ僕は持ってないんですけど、誰かくれないかな。で、アピールの中身を、そうすると人間って目立ちたがり屋なところがあるので変更していったんですよ。それが時間なんですね。で、時間がないほど忙しい自分は優秀重要な人なんだっていうことを誇示したくなっちゃったんですよ。なぜかっていうと、誰にとっても時間って平等なものですよね。なので、時間を使う暇もなくアクセク働いているように見せる方が、周りの目が頑張ってるよあなたっていう風に向きやすいっていうことなんですよ。だから忙しいアピールっていうのをしたがると。ところが、その忙しいアピールをしている人の末路ってどういうことかっていうと、まあ、確かに現代人が忙しいのは事実なのは間違いないんですよ。ね、テクノロジーが発達して、同じ1時間の中とかでもできることっていうのがめちゃめちゃ増えたから、仕事に取られる時間っていうのが多いっちゃ多いんですよね。やる密度が増えちゃったから。で、一方で、それらを使いこなして作業時間を本当に何分の1まで縮小させている人っていうのも確かにいるんですよ。ね、本来時間がない時間がないっていう人はこういう人たちのことを指すんですけど、ただ単に使いこなせてなくて、時間が無駄にかかっている人たちがなんか忙しいアピールをするんですね。じゃあこの忙しさってどうなっていくのっていうと、いずれ落ち着くんじゃないかっていうことを言われてて、このままテクノロジーが発達していって時間に余裕を持てるようになる社会になれば、むしろ忙しい人っていうのは時間を有効活用できてない、無駄に時間を使っている人だよねっていう印象に変わっていくんですよ。ね、何かをアピールするのはある種流行みたいなもんなんですね。いつか終わり来るんですよ。時間がないんだよね、忙しいんだよね、俺寝てねえんだよね、アピールっていうのは、もう、なんか、
今バブルなんですよ。今バブルなんですけど、弾けた瞬間に自分自己管理もできないほど、なんかこうタイムマネジメント下手なんだなとか、仕事がその時間内に8時間とかって労働時間内に終わらないほど、まあ無能な人なんだなっていう印象に変わっていっちゃうんですね。だからこそこの動画を見ているあなたが意識を向けるべきは一体どこなのかっていうと、今ある道具とかテクノロジーっていうのを使いこなして1秒でも時間に余裕を作っていくことなんですよ。別に時間かけて美味しいパン作っても同じクオリティのパンが1時間と30分でできるなら30分でできた方がいいじゃないですか。そういうことなんですよ。だから忙しいアピールの典型的な人っていうのは、残念ながら自分の時間を自由に過ごすことができない残念な人だっていう、こういう認識を持たれる時代っていうのも近づいてきてるわけなんですよね。でまあよく会社のね、役員とかマネージャー陣とかが生産性を高めるってよく言うんですけど、じゃあどうすればいいのっていうのは、まあ、それはまた別の課題なんですよ。だからこれは一旦置いといて、ひとまずは今やっていることの時間をいかに短くするかなんですね。通常であれば8時間の就業時間内で終わらせなくちゃいけないこと、今10時間とか12時間とかもっと16時間とかかかっている人とかもいるんですよ。だからそれをいかに短くしていくかっていう、今できることからやっていくことっていうのを意識していく方が大事ですよっていうことが言えます。ね、僕自身も今仕事だけじゃなくて、こういう風にね、YouTube なんかっていうのをやっていると、丁寧に文字起こしとかをね、始めて準備をし始めていくと、膨大な時間がめちゃめちゃかかるんですよ。回によっては、この動画の準備、セッティングをするだけでも何日かかるっていうことがあるんですよね。ネタを集めてきたりとか、文字を書いたりとか。じゃあそれ具体的に何なのかっていうと、テーマ決めたりとか、内容を書き起こしてみたりとか、構成どうしようかなって考えたりとか、原稿を起こさなきゃとか、サムネ作んなきゃとか、編集しなきゃとか、でアップロードも今使っている Wi-Fi カスカスなんで、もうスカスカなんで、もうめちゃめちゃ時間かかるんですよ。うん。でこの作業時間を少しでも減らして、一本でも多くの動画を配信して、まあ、視聴者のね皆さんにお役に立つような情報をこうシェアするにはどうしたらいいかなって、こう見えても、こんな動画を上げてても、一応考えている日々なんですよね。なので、まあ、仕事とか勉強とか趣味とかに関して、一緒にやっぱり時間の有効活用をできるものっていうのを目指していけたらなというふうに考えてますんで、ぜひこの動画の応援もよろしくお願いいたします。ということで、本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。